神隠し、あくまで映画や小説の題材であり、現実世界ではありえない事象だと思われているかもしれません。しかし、事件や事故では説明がつかない出来事があるのもまた事実です。今回は神隠しが本当に起きてしまったのではないかと思える事件について取り上げます。赤城神社主婦失踪事件。群馬県前橋市三代沢町にある赤城神社にて、一人の主婦の消息が突然わからなくなりました。静香紀子さん、当時48歳。この神社はツツジが有名で、ゴールデンウィーク真っ只中ということもあり、多くの人で賑わっていました。そんな場所で失踪したにもかかわらず、不可解なことに、目撃証言はほとんどありませんでした。警察はすぐに総力を挙げて調査を開始。当時は忽然と姿を消したことが注目され、テレビでも取り上げられるなど、大きな話題になりました。しかし彼女は2020年現在まで未だに見つかっていません。彼女は事故に遭ってしまったのか、それとも事件に巻き込まれたのか、はたまた自ら失踪したのか、それとも本当に神隠しなのか。それでは事件の詳細です。1998年5月3日朝、千葉県白石に住む静香紀子さん一家は観光のために赤城神社に向かいました。家族は本人、夫、娘、孫、叔父、叔母、義母の7人。午前11時頃には赤城神社に到着しました。残念ながらその日は雨だったため、夫と叔父だけが参拝をすることにし、彼女たち5人は車で2人の帰りを待ちます。しばらくして彼女が、せっかくだからお賽銭をあげてきたいと一人で参道へ向かいます。手にはお賽銭用にと101円を持って、その後子供をあやすために車を降りた娘さんが彼女のことを目撃しています。駐車場から神社へ続く林道で一人佇んでいる姿でした。境内とは少し離れた場所だったため、娘さんは少し不審に思ったものの、子供の相手をするために数十秒ほど目を離します。その数十秒の間に、忽然と彼女は姿を消し、なんとこれが最後の目撃情報となりました。夫と叔父が先に車に戻り、彼女と会っていないことが判明すると、不審に思った家族は付近を探しましたが見つかりません。すぐに警察に通報し、10日間で延べ100人余りという大規模な捜索が行われます。しかしそれでも本人は愚か、その手がかりすらつかめなかったのです。赤城神社の参道は山道ですがしっかりと整備されていて、崖などの危険な場所も道に迷うような場所もありませんでした。群馬県警による聞き込みでも、不審な人物や物音を聞いた人はおらず、先に述べた通り目撃情報すらありません。当時彼女は赤色の傘にピンクのシャツ、黒のスカート、ハイビスカスのついた青いサンダルと、比較的目立つ服装をしていたにもかかわらずです。その後県警に20件ほどの情報提供が寄せられたものの、どれも有力なものではなく、捜査は完全に行き詰まります。失踪後の彼女の自宅に、無言電話が複数回かけられたことがあったものの、事件との関わりについては不明です。調べによると、その無言電話の局番は大阪と米子でした。あまりにも手がかりがないことから、彼女の家族は藁にもすがる思いで、当時のテレビに出演します。奇跡の扉テレビの力という失踪した家族や事件の情報提供などを呼びかける番組です。その結果、失踪当日と同時期の赤城神社で偶然撮影されたホームビデオが撮影者によって提供されます。その中に映っている女性が彼女ではないかと見られたものの、家族が別人だと証言します。しかし後にそのホームビデオの映像解析を試みたところ、何者かに傘を差し出すような仕草をした女性が小さく映り込んでいて、傘の色や背格好などから彼女の失踪直前の姿ではないかとされました。しかし残念ながらこの情報から捜査が進展することはありませんでした。ちなみに同番組では超能力者ゲイル・セント・ジョーン氏による透視捜査が行われ、ゲイル氏はこのように述べています。彼女は娘さんに目撃された場所で2人の男と会い、手を貸してくださいと言われて参道の方へ入っていった。そして男たちに殴られ車に乗せて連れ去られた。男たちのアジトに連れて行かれ、そこで暴行を受けた。重傷を負わされたものの、そこでは殺されず、そのまま神社近くの道路に捨てられた。そして意識が朦朧としたまま森に迷い込み息絶えてしまった。またあのエリアで他にも女性が被害に遭っているはず、彼女がいなくなってから3、4年とも述べ、実際に2002年7月に女子高生が連れ去られて殺害、犯人が逮捕された事件がありましたが、今回の事件との関連性はないとされています。それから時は経ち、本件発生から10年後の2008年5月、県警は500枚のビラを配布して再度情報提供を呼びかけたものの、効果は得られず、翌6月には法律上死亡したとみなす失踪宣告がされました。本件はあまりにも手がかりがなく、さらにはテレビに取り上げられたことも相まって様々な憶測を呼んでいます。そのうちの一つが、自ら失踪したのではないかという説。あまりにも足取りがつかめないことから、自ら姿
姿をくらませたのではないか、駆け落ちでもしたのではないかというものです。境内とは違う方向にいたということも、夫や叔父に鉢合わせずに姿をくらますためという解釈も可能です。彼女は当時48歳、実際に40代の既婚女性が駆け落ちしたというニュースもありますが、今回の事件に関して言えば可能性は薄いのではないかと思います。その理由、それはわざわざ家族総出で出かけた先で失踪なり駆け落ちなりをする必要性がないためです。今回の件はそもそも雨が降っていなければみんなで参拝していたはずで、彼女が一人になる機会はありませんでした。さらに失踪なり駆け落ちをするのであれば、もっと誰もいない確実なタイミングを見計らうと思います。そして資金もほとんど持っていないわけです。101円だけを握りしめて失踪なり駆け落ちなりをしようという人はまずいないのではないでしょうか。賽銭を101円としたことに何かしらの意味を見出そうとする人もいますが、結局憶測の域を出ません。家族間でのトラブルがあったという話もなく、自ら失踪したという可能性はあまり高くないと言えるのではないでしょうか。続いて事故だったのではないかという説について、これは参道がしっかり整備されていたこと、また見通しもそんなに悪くないということから、基本的に事故にあったとは考えづらいところです。しかし彼女はなぜか林道の中にいて、そして林道の奥には広大な森林が広がっています。彼女は耳が不自由で、補聴器をつけていない時は時折めまいに襲われて倒れることがあったと言われています。そして失踪時にはこの補聴器はつけていませんでした。そのことから体調不良により何らかの事故に遭ってしまったという可能性も十分に考えられます。しかしそう考えると疑問なのが、なぜ捜査で何も見つからないのかという点です。事故に巻き込まれたのであれば、彼女の持っていたものなり身につけていたものが出てこないのは不自然です。そう考えれば事故という可能性も低そうに感じます。そうなると自称超能力者ゲイル氏が言うように、事件に巻き込まれてしまったのでしょうか。多くの人で賑わい、もともと一人になる予定のなかった彼女を計画的に襲うというのは考えにくいです。あり得るとすれば突発的な犯行、たまたま目に入ったという理由で彼女を襲撃し、そのままどこかへ連れ去ってしまった、はたまた拉致でもされてしまったのか。とはいえ、なぜわざわざ目撃されるリスクが高い状況で犯行に及んだのかは疑問が残ります。逆に人通りが多い方が目立たないという考え方もあるかもしれません。可能性はゼロではありませんが、事件に巻き込まれたというのもいまいち説得力に欠けます。ちなみに彼女は北の国が関連しているかもしれない、特定失踪者には名を連ねていません。さて皆さんはこれまでの話を聞いて、彼女はどこに消えてしまったのか、一体どういった理由で姿を消したのかと考えるでしょうか。事件の真相がどうであれ、彼女の家族が大いに心を痛めたのは間違いのないことです。大切な家族が何の前触れもなく突然消えてしまう、そしてその原因がさっぱりわからないというのは、我々外野の人間が想像するよりもよっぽど辛いことなのかもしれません。事件が起きたのは20年以上前、しかし今でも彼女の家族が彼女のことを忘れることはないでしょう。真相が解明され、彼女が家族ともう一度会えることを願わずにはいられません。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。